この後ピッチャー高梨のところで代打が送られます。岸田が右バッターボックスに向かいます。バッター高梨に代わりまして岸田、今シーズン7打数の2安打。反対方向、変化球を捉えた、ライトへ伸びて伸びて入りました。岸田のサヨナラホームラン。通算2本目の岸田はサヨナラホームランでジャイアンツサヨナラ勝利、2対1。自身サヨナラ初めてという中で岸田が一振りで決めました。まずは赤星さん、バッティングから振り返っていただきたいと思うんですが。いや、もうやっぱり積極性ですよね。で、ある程度、まあ、ストライクゾーンには来たんですけど、まあ、どちらかというと強引に行くというよりはセンターから反対方向の意識が強かったのかなという気がしますけどね。まあ、見事ですよ。でも反対方向、変化球を捉えた、ライトへ伸びて伸びて入りました。岸田のサヨナラホームラン。通算2本目の岸田はサヨナラ初めてという中で岸田が一振りで決めました。反対方向、変化球を捉えた、ライトへ伸びて伸びて入りました。岸田のサヨナラホームラン。通算2本目の岸田はサヨナラ初めてという中で岸田が一振りで決めました。まずは赤星さん、バッティングから振り返っていただきたいと思うんですが。いや、もうやっぱり積極性ですよね。で、ある程度、まあ、ストライクゾーンには来たんですけど、まあ、どちらかというと強引に行くというよりはセンターから反対方向の意識が強かったのかなという気がしますけどね。まあ、見事ですよ。でも反対方向、変化球を捉えた、ライトへ伸びて伸びて入りました。岸田のサヨナラホームラン。通算2本目の岸田はサヨナラ初めてという中で岸田が一振りで決めました。まずは赤星さん、バッティングから振り返っていただきたいと思うんですが。いや、もうやっぱり積極性ですよね。で、ある程度、まあ、ストライクゾーンには来たんですけど、まあ、どちらかというと強引に行くというよりはセンターから反対方向の意識が強かったのかなという気がしますけどね。まあ、見事ですよ。でも福田さん、初球の、変化球を一振りで決めたという中で、途中交代 の、 その起用にも応えましたね。反対方向、変化球を捉えた、ライトへ伸びて伸びて入りました。岸田のSee you.
まずは赤星さん、バッティングから振り返っていただきたいと思うんですが、いやもうやっぱり積極性ですよね。で練習に来ているこの岸田、反対方向、変化球を捉えた、ライトへ伸びて伸びて入りました。岸田のサヨナラホームラン。通算2本目の岸田はサヨナラホームランでジャイアンツサヨナラ勝利、2対1。自身サヨナラ初めてという中で岸田が一振りで決めました。まずは赤星さん、バッティングから振り返っていただきたいと思うんですが、いやもうやっぱり積極性ですよね。で練習に来ているこの岸田、反対方向、変化球を捉えた、ライトへ伸びて伸びて入りました。岸田のサヨナラホームラン。通算2本目の岸田はサヨナラホームランでジャイアンツサヨナラ勝利、2対1。自身サヨナラ初めてという中で岸田が一振りで決めました。反対方向、変化球を捉えた、ライトへ、反対方向、変化球を捉えた、ライトへ。練習に来ているこの岸田、反対方向、変化球を捉えた、ライトへ伸びて伸びて入りました。サヨナラホームラン、岸田選手。大歓声のど真ん中にいますよ、岸田さん。いやもうめちゃくちゃ嬉しい。一塁ベースを回ったあたりでちょっとキョトンとした表情にも見えたんですが、あの場面どうだったんでしょうか。いやもうとにかく必死で、打った感触が、思ったより良かったんで、どこまで飛んでるんかなっていう感じで一塁回ってた顔ですね。はい、ということはご自身で打ったホームランと確信した当たりだったんですか。そうです。さあこれで間違いなくチームに勢いはつきました。シーズンの折り返しも間もなく迎えます。改めてチームを代表して次の戦いに向けて一言お願いします。まず明日からもまだ、試合あるので、まずは目の前の一戦一戦をしっかり勝てるように、それの積み重ねでやっていきたいと思います。応援よろしくお願いします。見事なサヨナラホームラン、岸田選手でした。